日本の守護神、世界ナンバーワンリベロ、ハザスリベロです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、龍神日本の守護神山本智弘選手のプロフィール紹介、そして魅力を配球に絡めながら紹介していきたいと思います。配球アニメ派の方はネタバレにご注意ください。普段からバレーボールをよく観戦されている方も、リアルバレーボールをあまり見たことがない配球の読者様にも魅力が伝わるように話していきますので、ぜひ最後まで動画ご覧ください。山本選手といえば、どんなコースのどんな威力のスパイクも上げるスーパーレシーブによって世界に恐れられるリベロであり、現在は日本代表のリベロとしてチームを勝利へと導く守護神ですよね。そんな山本選手のプロフィール、バレー歴を振り返りながら魅力を語っていきたいと思います。それではまず簡単なプロフィールからおさらいしていきます。山本智弘選手、1994年11月5日生まれの、出身が北海道の江別市です。配球の牛若やボクトと同い年です。身長が171センチ、配球日本代表の中では下から2番目、日向と役の間ですね。最高到達点がスパイクが299センチ、ブロックが280センチです。日本代表時の役が301センチでほぼ一緒ですね。山本選手の志向が220センチなので、ジャンプ力は79センチですね。そして兄弟構成がお兄さんがいらっしゃるそうです。そんな山本選手のバレー歴を振り返りましょう。バレーはなんと小学1年生の時からで、2つ上のお兄さんの影響で始められたそうです。さらにお母様がママさんバレーをされていて、小さい頃からついて行ったりしてたそうですね。小2でバレーを始め、ママさんバレーのコーチをしているおじいさんについて行ってた影山にそっくりですね。練習は週4日あっていて、それでも休みの日に公園に行って自主練をするぐらいバレーが楽しかったそうです。所属していたチームが江別中央ガッツっていうチームだったんですけど、山本選手が小学5年生の時に全国スポーツ少年団交流大会の全国大会で優勝されたそうです。優勝した時の嬉しさから、将来は V リーガーになりたいって思ったそうですね。小学生の時からバレーボール選手を夢見てたって結構早いですよね。そして中学校なんですが、江別市から約30キロも離れた恵庭中学校に通われてたそうです。そんな離れている中学校に通った理由が、山本選手のお父様がここのバレー部の指導者をされてたそうなんですよ。実のお父さんの指導を受けるために転校したとのことですね。ということはバレー一家ですね。ちなみにお父様は全国大会での優勝経験もあるそうです。お父様はとても厳しくて、バレーボールの基礎を徹底的に鍛えられたと話されてます。山本選手は中学の時ライトとリベロをやられてたそうなんですけど、中学3年生の時の JOC 杯で北海道選抜選手に選ばれた頃からリベロに専念するようになったそうです。そのきっかけは父からの、さらに上を目指すにはレシーブ力を生かし周りのスペシャリストに挑戦してみてはという言葉に背中を押されたとのことでした。ちなみにこの JOC 杯っていうのは全国都道府県対抗中学大会、これを英語にしてジュニアオリンピックカップを略して JOC ですね。配球でイタチヤマのセッターの飯綱がベストセッター賞を取ってた大会ですね。名前だけ出てきました。そして山本選手、高校は酪農学園大学附属とわの森三愛高校に入られます。イントネーション違ってたらごめんなさい。この高校は配球でもおなじみ春高やインターハイで全国大会に出場する強豪校の一つみたいですね。そして大学も関東一部リーグの強豪、日本体育大学です。現日本バレーボール協会の会長河合俊一さんもここですね。そんな日本体育大学を卒業後に念願の V リーグディビジョン1の FC 東京、現在の東京グレートベアーズに所属されます。この時は午前中に仕事をして午後から練習っていう時期だったみたいですね。同年に行われたユニバーシアード競技大会にユニバ日本代表として出場、この大会で銅メダルを獲得されてます。ちなみにこのユニバーシアード競技大会というのは学生のためのオリンピックとも言われてるそうで、17歳から28歳までの大学、そして大学院に在学中の人が出場できるみたいです。プロかアマチュアかは問わないみたいですね。山本選手、翌年2018年からは堺ブレイザーズに移籍、18から19年のシーズンには全セットレギュラーで出場されたそうです。そして2019年にシニアの全日本代表に選出されます。その年のワールドカップバレー2019では8試合に出場、そして東京オリンピック2020や先日行われたワールドカップバレー2023にも出場し、大活躍されてましたね。そして2023年5月31日に5年間所属した堺ブレイザーズを退団、そしてパナソニックパンサーズに移籍されました。以前紹介動画を出させていただいた西田選手と山内選手も所属されてますよね。お二人の紹介動画もぜひ説明欄からご覧ください。なので山本選手は2019年から現在まで日本代表としてプレーされてます。さあ、それでは山本選手のプレーの魅力を語っていきましょう。山本選手はリベロなのでサーブもないし、スパイクもブロックもダメなんですよね。ただ猫間のリベロ役が言ってました。攻撃って武器を持たなくてもなおコートに立つ価値があるって思わせると。そして山本選手のレシーブ力、
力は半端じゃないんです。特にディグ、スパイクレシーブなんですよ。ご本人様も自分の武器とおっしゃってましたが、ネーションズリーグ2023ではなんとベストディガーを受賞されてます。世界で一番ディグがすごかったってことです。まあ本人様はベストリベル賞が取りたかったとさらなる向上心を見せてくださいましたけど、とにかくスパイクを上げて上げて上げまくってくださいます。日本代表のコーチを務められている伊藤コーチが、世界が山本を恐れていますって話をされていたんですけど、ポーランドの監督が試合中にリベロに打つなって指示を飛ばしたそうで、選手たちが打たないように意識するあまり変なミスを出し始めたらしいんですよ。いやもう役盛りつけやん。ボールに触らずしてスパイカーを殺す男やん。さらに山本選手すごいのが反応の速さです。ブロックのワンチがブロックの真後ろに落ちたっていうのも素早い反応でフライングで上げたりとか、もう落ちるっていうフェイントにも反応して上げてくださるんですよ。西野屋がシラブのサーブがネットインになるって時に素早く反応して上げてくれた、あんな感じです。さらに相手のチャンスボールがネットスレスレのところに返ってくるって時に、山本選手が素早くボール下に入ってくださったんですけど、そのボールがまさかの白帯に当たって軌道が変わったんですよね。だけど素早い反応で片手で上げてくださいます。そして相手のスパイクに反応してディグを上げたのが、そのままワンで返って点になった時もありました。日向が山本のストレートをディグで点取ってましたよね。もう本当にそれです。そんなスーパーレシーブを連発してくださる山本選手ですが、高橋藍選手になんでそんなに上がんの、コツ何って聞かれたらしいんですよ。いや高橋藍選手も十分上げてくださってますよって思ったんですけど、その時に山本選手が答えたのがリラックスだそうです。相手スパイカーが打つ瞬間に絶対に止まってリラックスした状態から動くように意識しているらしいです。それがいい反応だったり、うまく威力を吸収できたりっていうことにつながってると思うと、スパイクをレシーブしようと思ったらどうしてもやっぱり力入っちゃうんですよね。打ってくるって身構えちゃうっていうのもありますし、山本選手も難しかったらしいんですけど、徐々に徐々にコツをつかんでこれいけるなっていうレベルまで持ってきたらしいです。そしてブロックフォローも頼もしすぎるんですよ。山本選手の前に落ちたボールも後ろに落ちたボールも上げてくださるんです。いやもう西野屋やん。背中は俺が守ってやるぜやん。そして2段トスも上げてくださいます。さすがリベロ第2のセッターですよね。そして山本選手プレーだけじゃないんですよ。表情もすごくいい。相手選手の強烈なスパイクが飛んできた時にそれをレシーブしている山本選手の写真があるんですけど、満面の笑み、強いスパイクが来っとオラワクワクすっぞなんですよ。実際にポーランドとの試合の前にポーランドのエースレオン選手のスパイクが来たら力入るだろうなーと言いながら心待ちにしていたみたいです。そして印象に残ってるのが、目の前に落ちてくるボールを拾えなかった時にめちゃめちゃ悔しがる表情を見せてくださってたんですよ。それが憎めないというか、ほんとどんまいどんまいみたいな気持ちになるんですよね。ぜひ説明欄の URL からご覧ください。そしてインスタかなんかで流れてきて見たんですけど、もう一人のリベロである小川選手とダブル友博の対人パスをされてたんですよ。その対人パスがめちゃめちゃ綺麗です。お二方とも拾う上げる打つがめっちゃ丁寧。これからも日本の守護神としてさらなる活躍を期待してます。ということで龍神日本の守護神山本智博選手の魅力を語っていきました。このように他の選手や配球動画どんどん上げていきますので、ぜひチャンネル登録にて応援よろしくお願いします。ということで本日もあざした。